平田市は、かつて、島根県東部の日本海に面していた市。島根県で唯一消滅した市である。島根半島の北西部に位置し、北は、日本海、南は、日川から、新事湖に囲まれている。東はすべて、松江市と接しており、西部は、出雲市、日川郡大社町と接している。南側は一部を除き日川を境として、日川町と接している。 現在、新事故の南を走る JR 山陰本線であるが、初めに計画されたのは、新事故の北を走るルートであった。しかし、当時の平田では、養産業が盛んであったため、蒸気機関車による塩害を理由に、鉄道敷設に対する反対が強く、現在のルートとなったものである。その後、旧平田市では、私鉄の一畑電車が走っている。また、 国道9号線も、ほぼ同様の経緯で、新事故の南岸を通るルートとなった。このため、国道431号線が通るまで、全国の市として、唯一国道の通っていない市という時期が長らく、続いた。1971年7月26日、集中豪雨により、姉妹の湯の屋川と船川が氾濫。22戸が床上浸水、429戸が、 床下浸水。1993年に、大田光星長が4人将棋を考案した。2002年に、平田市の沖合を通る、長距離フェリー船と塩津小学校との交流を描いた映画、白い船が公開され、全国的にも有名になる。また、同映画の公開をきっかけに、運州フラタ映画祭が開催されるようになり、 出雲市との合併後も引き続いて開催されている。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。農業、大日本特農家名館によれば、平田町の特農家は、三島伝太郎、高見明之助、船越万太郎、山本福太郎などがいた。漁業商工業2003年12月7日に西五町で、 合併することの賛否を問う住民投票を行い賛成が過半数を占めるという結果になったが同日投開票された氷川町の住民投票では反対が過半数を占めたため事実上西五町での合併はなくなったその後は上記の西五町から氷川町を除いた西四町での合併協議会が設置され一年余りの協議を経て死にずもとして 合併が行われた。小学校、中学校、高等学校級地域には、市畑電気鉄道の北、松江線が走っている。以下に示す駅名はこの市が消滅する直前の、時点でのものである。ありがとうございます。